小泉一馬の恋ちゃーん。ということで、今日も小泉一馬長野市議会議員恋ちゃんです。さあ今日は早速いきますけれども、上白断層地震忘れまじということでね、小泉家も結構揺れましてね、なんか子供も怯えちゃってえらいことになったなって、外に飛び出してずっとね巡回して、そのまま1時2時までね、夜の10時から1時2時まで地元を回っておりました小泉一馬なんですが、これとはたまたまなんですけれども、別に防災の観点でね、小泉ね、いろいろ調べてたんですよね。で、孤立集落っていうのが地震やね、風水害なんかで出ちゃうじゃないですか。その道がね、土砂崩れかとかでこう塞がっちゃって、容易に交通ができなくなっちゃって、そこにね、取り残されちゃったっていう集落が出ることってよくありますよね。よくありますかっていうか、テレビで災害の時はそんなことやりますよね。孤立しちゃったよっての。それでね、長野市に実はどれだけそういうね可能性のある集落があるかと言いますと、ザザンということで、はい、孤立可能性集落って言います。で、少なくとも275あるんですよ、実は。で、この275っていう数字はね、おそらく恋ちゃんが初めて明らかにする数字です。で、275ってね、どんだけかっていうと、こっちにね、これ小泉が作った資料ですけども、こんだけあるんです。1、2、3、4、5。A4 の紙で5枚あるんです。でね、モスゲーから始まってずーっと来てね、モスゲーから何、大田切、浅川、今井、何合い、大岡、と来て、それから最後は、戸隠中城ということなんですけれども、275ってね、これだけあるんですよ。ちょっとすごい話でしょ。まあもちろんね、可能性の話だから、地震や風水害があれば必ずしも孤立するってわけじゃないんだけども、これ備えておかなきゃいけないですよね。でね、この275っていう数字は、じゃあ何なんだ、お前小泉勝手に調べていってんのかっていうと、そうじゃないんです。これね、ちゃんとね、根拠がありまして、それは何かと申し上げますと、これザザンと、中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査という調査がね、内閣府生活統括、政府策統括官防災担当、これほら26年10月でしょ、出たばっかりです。この調査が元になってます。でね、実はね、知ってました、この孤立可能性集落の存在、なんと全国で長野県が一番多いんです。だから、ね、長野市もね、合併して中山間地が増えましたから、もちろんね、多いんですよ、非常に。だから275っていうのは全国でもね、トップレベルの多さだと思います。でね、ちょっとね、説明しますと、すいませんね、ちょっとね、説明、一応します。これ、ね、平成17年からやってます、この調査。で、なんでかっていうと、平成16年にね、新潟県中越地震ありましたよね。で、あの時、地震に発生に伴い、発生した土砂災害により、多数の孤立集落が発生したわけです。で、これはちゃんと調べなきゃいかんとね、国が、内閣府が調べまして、平成17年に第1回の調査報告してます。で、2回目は、平成21年度。そして今回の平成25年度調査が3回目になります。でね、じゃあ孤立集落って何なのかって、ちょっとだけやっときますと説明ですけどね、孤立の定義と条件っていうのは、道路交通及び海上交通による外部からのアクセス、四輪自動車で通行可能かどうかを目安にしてね、で、途絶し、人の移動、物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とするということなんです。でね、これが275箇所長野市にあるって言うんですが、ただしですよ、今回ね、小泉初めてこの275という数字出しましたって言いますけど、それはなんでかっていうとね、この報告書ね、
よ、まあ、さっきも見せましたけど、こっち小さい版ですけど、こんだけあってあるんですが、市町村単位の情報にはなってないんです。都道府県レベルでまとめてるんです。で、ましてやね、長野市275件、その中で具体的な集落名がモスゲのたたらだとかね、なったらだっていうのは全然明らかにされてないんですよ。だからもしかするとね、こういった孤立可能性のある集落の住民の方々自体もね、孤立しちゃうかもしれないという自覚なしに生活しているかもしれないんです。でね、これどうして小泉がね、こんな数字もらえたかっていうと、交渉したんですよ。小泉は交渉したんじゃなくて、県庁の方がね、危機管理防災交渉してくれたんです。国の内閣府と。これね、小泉ってやつがいて、その数字くれくれ、データくれくれ言うんだけども、出していいかって、非常にハードでタフな交渉してくれて、じゃあはい、やるよって小泉にもらいました。でね、小泉がまとめたのが、さっきのこれなんですけれども、こっちね、これなんですけれども、でこの275箇所のね、防災の備えね、長野市、非常に遅れてます。遅れてます3回言いました。大事なことです。で、どのぐらい遅れてるのかっていうとね、本当に遅れてるんですよ。これ中山間地ね、ほっとかれております。じゃじゃんということで、で、避難施設ね、公会堂とか地域公民館とか集会所ですよ、そういったもの、集落にきちんと備わっているっていう集落が全国では 66.2% です。で、長野市は 21.8%、 全国水準のおよそ3分の1程度しか避難施設がね、孤立可能性のある集落にないんですよ。ちょっとびっくりですね。これだけね、山手の地域があってね、災害に備えなきゃいけない地形にあってこの数字です。で、あとね、情報通信手段です。これね、無線の話です。つまりは、で、全国は 48.1%、 まあ半分弱ぐらいはね、それでもね、無線で非常の時は通信できる手段を備えている。で、長野市は 13.5%、で、これも大体ね、3分の1程度の水準なんですよ、全国の。でね、あとは、小泉はこれなんでいいのかなと思うのはね、避難計画は 0% です、長野市の場合。で、他のね、こちらや、他のね、市町村はどうかというと、避難計画がね、10.3%、それでも1割は作って、長野市ゼロです。で、こういう状況なんですよね、長野市。皆さん知らないでしょ？いや、小泉も知りませんでしたよ。でね、長野市はね、これ自覚してるはずなんですよ。だって国が調査かけてね、県がこんなことをね、把握できるわけ。長野市に紹介して、この通りでございますという、こういうデータをね、県経由で内閣府がまとめているんです。だから長野市はこんな風にね、なっているんだっていうことは、百も承知のはずなんだけれども、こんな具合なんですよね。でね、合併して良かった、悪かったっていう話がね、たまに出てきますよね。うちは平成の大合併で合併して幸せだったのかどうなのかっていう話が時たま出てくるじゃないですか。でね、先ほど申し上げたね、避難施設、それから情報通信、これなんで小泉が取り上げたって、一番大事なんですよね。そうでしょ、一番大事なんです。一番大事なのがね、欠けているんです、長野市で。だけどね、その中でも比較的まともなのは、この辺見てください。戸隠、戸
戸隠喜納さんです。戸隠喜納さん、中条ね。この辺は、それでもね、避難施設結構な率で整備できてるんですよ。この数字入ってるのはね、避難施設ですから。この辺。で他は全然真っ白なんですけれどもね。で、この中条なんかもね、これはこっち戸隠喜納中条、こっち中条続きですけれども、結構な率で避難所を整備できているのは、戸隠喜納さん、中条。これ平成の大合併の時に長野市に来たところですよ。ね。で、あとはね、通信手段。通信手段はどうかっていうと、こっちですよね。やっぱりね、通信手段をある程度確保できているのは、喜納さんと、それから中条なんです。ね。喜納さんと中条なんですよ。これもね、で他の長野市の中山間地は整備できてない。だこういったものはね、やっぱり合併前の市町村が一つじゃない。合併前の町村、戸隠喜納さん、中条、こういったところがね、住民の生命安全を本当に大事に考えて地に足のついたね、政策をね、行ってたと、小泉はそういうことだろうなって解釈します。で、長野市はね、中山間地大事にするってね、加藤市長はおっしゃっている。その言葉に嘘偽りがあるとは小泉は思いませんが、ただ、従来の長野市政はね、必ずしもそうではなかったんですよ。でね、まだまだこの他にいっぱいあるんですよ。避難所は喜納さん、戸隠喜納中条は比較的よく揃っているって言いましたけれども、耐震化できてるのはほとんどないです。長野市で一箇所だけです。で、全国はね、じゃあどうかっていうと、さっきの続きになっちゃいますけれども、耐震性あり 21.4% で、非常電源も長野市はね、その孤立可能性集落の中には非常電源持っている避難施設はゼロです。で、全国は 6.4%。こういうね、実態になっちゃってるんですよ、実際。でね、過去もね、こういったことについて、議会では質問あったんだけども、じゃあ実際の、集落はね、どこにあるんだってことまで突っ込んで聞かない。そして、じゃあそこのね、備えの具合はどうなってるのか、そこまで突っ込んだ議論は行われていないんです。だから小泉ね、12月5日に議会で一般質問を出しますけど、これね、聞いてみたいと思います。上白断層地震、死者一人もいなかったです。非常にラッキーだったと思います。だけどね、上白断層地震であのぐらいだったから、こんな程度の備えでいいよねっていう、そういう記憶になってもらっちゃ困るんです。孤立集落がね、目立って出なかったっていうのは本当に幸運なことだと思うんですよ。万一孤立した時のことを考えて備えていかなければいけない。ですよね。小泉はそう思います。でね、まとめなきゃいけないんですけれども、しかもですよ、少なくとも275ってさっき言いましたよね。で、少なくともって言った意味は、これね、農業集落っていうものに限って調べてるんですね、国は。で、農業集落って何かっていうと、農業センサス、農林業センサスっていう統計調査するときに、じゃあこの集落はその調査の対象にしましょうねっていうことが決まってるんです。で、集落っていう定義付けが非常にね、難しいんだと思うんですよ。だから農業集落、農家が中心のね、集落っていうことにして調べています、今回。だけど、新たなね、山を切り開いて土砂災害の恐れがなしとしないような新しい集落、長野市にはあるんじゃねえかなって小泉は思うんですよ。あそことあそこどうなのってね、で、防災マップ見たって、ここ赤く塗ってある、黄色く塗ってある、そういう集落、新しい集落あるよねって、だそういうところもね、実はあると思う。だから少なくとも275と小泉は言ったんです。で、そういうところも合わせてね、
整備していかなきゃいけないなって小泉は思います。でね、まあ、ちょっとここから先はね、小泉の憶測でものを言いますけれども、で実はね、そのこの調査自体もね、長野市真面目にやってんのかなってちらっと思ったりもするんですよね。でどういうことかっていうと、この人口がね、不明って全部人口、集落の人口分かんないって言ってるんですよ。でしかも災害時に要援護の方、つまりお年寄りでね、足腰が弱られてる方、あるいは障害を持ってらっしゃる方、そういった人数も一切不明です。だって災害時の要援護者の名簿なんかね、普段作ってあるはずなんですよ。それで不明っていうのはどういうことなのか。あるいはね、本当に戸隠や木なさや中条だけしかこういう集会施設集落にないのか。あると思うんですよ。実際小泉ね、他の地域の集落可能、孤立可能性集落地図で調べましたけど、あれここに集会施設あるじゃん、あれここに公会堂あるじゃんっていうのもありましたよ。きちんと真面目に調べてない、把握しようとしていないんじゃないのっていうこともね、小泉はちょっと心配しています。まあいずれにしろね、中山間地の市民の生命安全守ると加藤市長おっしゃってますよね。その働き今後にね期待したいと思います。でね、そうそう、小泉がちょっとね、これでいいのかっていうことで、実はマップ作ってみたんですよ。これ長野市の孤立集落の地図なんですけど、もう何が何やら分かんないぐらいにこうデータがね、マップが入っちゃってるんですよ。でこうやって開いていくとだんだん見えてきますけども、これだけある。でね、この仕事実はね、小泉がやったけれども、 Google マップっていう無料のツールがあるしね、この位置も公開してもらったデータで分かったから作ったけど、この仕事本当は議員がやる仕事じゃないんですよ。市がやる仕事ですよね。だからこういった情報、孤立可能性集落の位置情報をきちんと開示して、住民とじゃあどうやって備えていきましょうか。長野市だけでは275全部ね備えていくのは限界ある。じゃあどうすればいいのかっていう話をきちんと膝詰めで話していく必要もあるんじゃないかと小泉は考えます。この辺もね、12月5日きちんと聞いていきたいと思います。はい、小泉一馬の主張でありました。はい、今日はこれで終わりです。